本日は、なにわ筋線、阪急狂気に参入？リスク考察をお届けします。すごいタイトルですね。タイトルは、狂気が、副題で狂気となっております。どれだけ狂気かもお伝えします。私は、なにわ筋線の計画に阪急が参入したとき正直、はぁ？あのもしもし？と、唖然としました。なぜですか？阪急は基本標準機です。狂気を運営するのにはコスト等大変だからです。なにわ筋線の計画が南海 JR の狂気で立案されたのは納得しました。しかし阪急が入ってきたとき狂気の沙汰と思いました。フリーゲージトレインでもあればよかったのですが、あれ失敗しましたから。その前に何は筋線の計画を簡単にお伝えします。 1. 何は筋線概要。何は筋線は梅北大阪地下駅、2023年春に大阪駅として開業と JR 難波駅および南海本線の新今宮駅をつなぐ新たな鉄道路線です。運営主体である関西高速鉄道が第三種鉄道事業者として鉄道施設を整備保有し、JR 西日本および南海電鉄が鉄道施設を使用第2種鉄道事業者として旅客営業する予定です。なにわ筋線により関西国際空港や新大阪駅へのアクセス性の向上、大阪の南北都市軸の強化などの効果が図られることになります。2031年春開業の予定です。これがなにわ筋線の概要地図です。梅北地下駅、北梅田駅、大阪市北区大深町の梅田貨物駅跡地に設置される JR 西日本の駅です。梅北大阪地下駅と JR 西日本は呼んでいます。位置的には大阪駅北口の貨物ヤードのあった場所で、ヨドバシカメラの西隣あたりの地下になります。梅北を過ぎると大阪環状線の福島駅の地下を通り、なにわ筋の地下を通ります。中之島駅、仮称堂島川を渡り京阪中之島駅と交差するところに中之島駅ができます。西本町駅、仮称なにわ筋をさらに南下すると中央大通りに出ます。大阪メトロ中央線が東西に縦断しますが、西本町には駅はありません。ここまでは南海と JR の共用路線です。ここから分かれますと言ってもしばらくは線路別複々線でなにわ筋の地下を通ります。 JR はこのまま地下にある JR 難波駅へ接続します。南海は新たに新難波駅仮称を建設します。塩見橋駅の連絡は客が減るのでやめました。今宮恵比寿駅と新今宮駅の間から地上に出て本線と接続します。なにわ筋線自体仮の名前なので、 JR 南北線、南海梅田線などとなる可能性もあります。日阪急が狂気に参入。阪急がなにわ筋線の計画に参入します。阪急の計画は新しいものと古いものが2つあり、これが一体となった計画です。一重層から新大阪、阪急新大阪連絡線。阪急電鉄は1960年代に梅田近辺の混雑緩和と急曲線が続く京都線の総前寺駅付近のバイパスの建設、開業間近の東海道新幹線へのアクセス機能を兼ねた新線を計画し、1961年に事業免許を取得しました。もともとは重曹から新大阪から淡路の計画でした。そのため新大阪駅が完成した時には阪急用のホームの土地も用意されておりました。周りの設備もそれなりに準備されておりました。ところが京都線の優先順位は梅田乗り入れと千里線の境筋線乗り入れで、新大阪連絡線の優先順位が下がり放置された状態でした。淡路から新大阪の免許は失効しましたが、新大阪から重曹の免許はまだ生きており、同時になにわ筋線の話が活性化し、この計画が日の目を見たのです。2西
梅田から重曹連絡船なにわ筋連絡船。1989年の当時の運輸省現国土交通省の答申で、梅田貨物駅と重曹駅を結ぶ新たな路線を2005年までに整備に着手することが適当である区間と言及されておりました。しかし大阪市が構想した大阪市営地下鉄四ツ橋線現大阪メトロと阪急神戸線が重曹駅で相互直通運転することがメディアで紹介、議論はそちらへ行きました。しかし四ツ橋線は第3期上、阪急神戸線は架空電車方式、また西梅田駅に阪神電車が横断していることもあり、計画は困難を極めました。結局2019年10月、阪急、JR 西日本、南海3社が事業化に向けて合意し、四ツ橋線直通運転の計画は白紙状態となりました。今後は大阪府、大阪市と阪急新線の運行ルートを協議することとなりました。まず阪急はおそらく2031年のなにわ筋線完成までこの計画も間に合わせようとしております。阪急にとって1970年の北大阪急行以来の新線プロジェクトとなります。 3. 阪急狂気の参入リスク疑問考察。阪急が狂気路線に参入するリスク項目を6つ挙げました。1. 車両はどうするの。新大阪駅から重曹駅から北梅田駅はわずか 4.6km です。この路線のため狂気の車両を用意するのでしょうか。アルナ工機時代に製造したマルーンラインの車両を東武鉄道から中古で買い取りますか。なにわ筋線に乗り入れても阪急の方が線路が短いので南海との車両の貸し借り調整は大変そうです。それともしばらくは南海の車両が乗り入れる形で車両利用料を阪急が払うのでしょうか。運転士は阪急が担当するのでしょうか。このために高い狂気専用10両編成車両を10編成程度合計100両新造するとは思えないのですが、この辺のノウハウは狂気標準器療法を持っている近鉄を参考にした方がいいと思います。 2. 運転形態はどうなるの。南海はJR の路線へ入れません。おそらく北梅田の折り返し運転となります。やすやすとライバルに新大阪へ入ってこられては困ります。そこで南海にとって期待がかかるのが阪急の狂気路線です。特急ラピートが JR 新大阪へ乗り入れないなら阪急新大阪へ乗り入れたいです。阪急新大阪は阪急新大阪ビルの地下にできる予定ですが、スーツケースを持っての乗り換えは辛いものがあります。 3. 車庫や検車庫はどうするの。車両を新造すれば、また中古を所有すればメンテナンスが必要です。すでに淡路まで免許が失効して、さらに狂気で小弱まで線路を引くわけにはまいりません。都市化の激しい新大阪近辺、中津、梅田あたりに車庫を作るのは非現実です。南海電鉄に委託して南海本線の路線上に阪急の車庫ができる可能性もあります。しばらくは車両だけは南海から借りた方が現実的だと思います。 4. 運営体は阪急電鉄が直接運営すると同じ路線の延長線となり、運賃収入が大幅に減り工事費の償却が長引きます。だから北大阪急行、北急のような別会社を設立する可能性もあります。それとも北急が直接運営する可能性もあります。しかし別料金にすると乗客が逃げるので致しかゆしなのです。 5. 採算面は国土交通省緊急運輸局の試算費用は、北梅田駅から重曹駅の建設費が590億円、 2.1km、 重曹駅から新大阪駅の建設費が870億円、両方同時にすると1310億円となるようです。1日5万人利用で160円運賃とした場合、365日かけて 29.2 億円が年間収入となります。しかしこの試算はコロナ前の試算です。なんか役所が作り甘々計算ですね。コストを度外視すれば単純に44年で償却できる計算となります。コストを計算すればもっとかかります。さらにコロナ禍で通勤客が減りますので160円ではダメなのです。6. 利便性。
正直この路線は JR よりはかなり遠回りです。また重曹駅もかなり地下深いところにできるらしいです。阪急京都線、宝塚線沿線の人が関空へ行くのに重いスーツケース持って地下の重曹駅で乗り換えますか？ JR で行くと思います。 JR で1本で乗った方が安いのにわざわざ別料金払って新大阪で乗り換えますか？新大阪駅で春香号に乗った方がはるかに便利なのに対面にある地下の新大阪駅にスーツケース持って乗り換えますか？ラピートは難波の中心から発車する優位性がありましたが、なにわ筋線ができると対等となります。この状態であれば新快速と同様、なにわ筋線も JR 西日本の独り勝ちの様相が見えてきます。やっぱり四ツ橋線の塗り入れの方がいいと思いますよ。今は第3機場と架空電車方式の切り替え技術もあるのです。いずれ完成はまだまだ先の話ですが、目先のメリットばかりにとらわれずしっかりとリスクを見るべきだと思います。